加賀京一郎シリーズ嘘をもう一つだけ、嘘をもう一つだけは、東野敬語の短編推理小説集。加賀京一郎シリーズの第六作。単行本は二千年四月十日に講談社から刊行され、二千三年二月十五日に講談社文庫版が刊行された。二千一年八月と二千二年九月に、テレビ、東京系列にて、冷たい灼熱と、 狂った計算が、玉も南な書叩き上げ刑事、近松平吉シリーズの第一作、第二作としてテレビドラマ化された。加賀京一郎については、加賀京一郎シリーズ登場人物を参照湯気バレダ団の事務員、早川博子の死体が発見された。場所は自宅マンションの植え込みの中だった。警察の調査により、彼女は七階にある自室バルコニーから、 転落死したことが判明した。彼女は死ぬ一週間前に引っ越したばかりだった。練馬警察署の刑事、加賀京一郎は同じマンションに住み、同じ劇団で働く寺西道代に目をつける。自宅に帰宅した田沼洋二は倒れている妻、三重子を発見した。さらに幼い息子は行方不明という状態で警察の捜査は開始された。部屋が荒らされていたことから、 物取りの犯行で警察は顔見知りではないかとの見解を見せた。それは田沼美恵子が前から首を絞められて殺されていたからだった。親しく交際していた毛利修作が殺された。楠木真き子は5年前に離婚しており、現在は11歳になる娘、リサと2人で暮らしていた。町子は機械体操のオリンピック選手になるのが夢だった。しかし今は、 娘の才能を見抜き、娘に自分の夢を託そうとしていた。考察主体は明らかに多殺しかし、犯人とその犯行手段が全くの謎だった数日前から、必ず聞くとマーガレットを買っていく、女性客、坂上直子。彼女はつい先日、交通事故で夫を亡くしたという話だった。加賀が彼女を訪ねたのは、行方不明となっている、建築士、中瀬幸信が、 彼女と親しくしていたという噂を聞いたからだった。夫を亡くした妻と行方不明の男。香川は事件の真相を探りにかかる。香川の友人である萩原保つが交通事故を起こした。一命は取り留めたが十数箇所を骨折し、萩原は入院を余儀なくされた。病院に見舞いに訪れた香川、萩原に睡眠薬を飲まなかったか、と話を聞く。しかし、 萩原は飲んでいないと言い張るばかり。香川、萩原に今回の事件を推理し語り出した。ありがとうございます。